土曜日の夕方、サタデーナイトの入り口にラジオの電波に乗って1時間限定でオープンするスナックラジオ。店主はリリー・フランキー。時に香ばしく、時に甘酸っぱく、時にほろ苦い、そんなスナックにぴったりなトークが繰り広げられる店内。本日はどんな時間が流れるのでしょうか。リリー・フランキースナックラジオ。この番組は東京 FM をキーステーションに全国38局ネットでお送りします。いらっしゃいませ。土曜日の夕方に皆様の脳内でオープンいたしますスナックラジオ、店主のリリー・フランキーです。そして今日のアルバイトは、川村夏樹とバビです。今一瞬名前忘れましたまさか名前を忘れていたのかな。いやいや、これね、この朝日さん46歳の方も、最近年を取ってきたなと感じることありますか。私の場合トイレの我慢タイムが極端に短くなってきました。これ最近さ、この間も俺高速乗ってタクシーの運転手さんに、いいくらで降りたかったのに、いいくらか出てこないの。こんな何十年も降りてる出口だから、え、どこで降りますかみたいな、とにかく行ったら近くで言いますみたいな。なんか急にそのなんだろう、もう普段忘れようがないようなものが出てこなくなる、はいはい、あーでもわかるかもね。わかる。でもどうでもいいことはすぐ出てくる。え、めっちゃわかるね。田崎さんもうワンワンコーナー終わりましたよみたいなのがすぐ出てくるだから昔覚えたことは出てくるんだけど、うん、めっちゃわかる。なんかほら、あの人、あの誰々と離婚して誰々とこんな事件起こした、そうそう、あの人でもさ、その人の名前が出てくるときにほら、なんか一回離婚して、あのデビュー曲があの曲でとか、あの余計な周りの外角の情報ばっかり出てきてなかなか本丸に届かない。そう、めっちゃわかる。すっごいわかるね。ミニ情報はいっぱい出てくる、うんうん、すごいわかる。あれ何ね、はい、なんだろう、そのものは出てこないのに、その周りのなんかこう、うん、ネタだけ出てくる。すっごいわかる。早いね、バビオさん、それ。やだ、どうしよう、うん、足早い。なっちゃんは、なっちゃんは逆に年齢を感じることがありますか。年齢を感じるか例えばほら、化粧のノリが悪くなったわとか。ああ、それもありますね。化粧のノリ悪くなったし、うん、あと一日すっごい頑張ったらもう次の日ダメね、疲れて。そう。でも、それは分かる。もう、そういうの、前はちょっと大丈夫だったんですけど、もうちょっと一日頑張ったら明日もこれは休まんとダメだなってなっちゃいますね。そういうとこかな、一番。体力的なね。体力的にね。なんか体力的よりも、ここ言葉出てこない方が来るね。あー、でも、それはありますね。めっちゃ来る。いやー。先週なんかバビオさんが今週話したいことがあるって言ってた、はい、そうだそうだ、あのバビオさんもずっと合宿免許の教習所クビになり、はい、でそしてまたね、合宿辞めて地元の教習所通い始めて、はい、やっとあの、うん、応急介護、うんうんうん、応急救護、ね、応急救護の時間、うん、あの人形のマネキンみたいな人をこうちょっと人工呼吸の練習とかする、はい、あれ初めてやったんですよ、うん、あれ3時間ぶっ通しでやるんですけど、うん、あれチームでやるよね。そう、うん、でさすがにこれはやんないよ、このなんていうの、胸を押す、心臓マッサージやんないけど、うん、横たわってる人を、うん、何この引きずる、横向きにさして、うん、安全なところに移動させるところを人間でやったの、うん、でどう見たって私より若い、まあ当たり前じゃん、教習所だから18歳か19歳ぐらいの可愛らしい女の子と組まされて、うん、まあ、どう見たって豊島のさ人でさ、うん、なのにその子がすごい気遣ってくれて、あ、じゃあ私が先にやりますねみたいな、うん、って言ってくれて、わーんって思って、ごめんごめんって思って、でも先生一人対4チームとかだったの、うん、で、はい、じゃあここの脇に腕通してってなって、その女の子がこう脇にバッて私の
腕を通した時に普通にもう乳バンってその子が私の、うんうん、完全にノーブラじゃん。ああそうでパンって言った瞬間にその子がこうハッてなって、うん、パッてなった瞬間私がパンって尻餅ついたの、うん、でそしたらその子が怒られる羽目になっちゃうっていうか、その先生がちゃんと持ってないちゃんと持ってあげないと今痛かったと思うから、うんうん、いやもうこれ私のせいなんですとかも言えないしこれ私がノンブラなんですとかも言えないし、でその子にペンねとか言って、でごめんねもキモいじゃん、わ、うん、かる、なんか全部キモい、なんか本当にごめんみたいになって、うん、胸も触らせるわ、うん、先生にも怒られるわ、なんかすっごい嫌な気持ちになって、でそれ向こうはあこいつノーブラやってもう気づいたわけじゃん、うん、だからそう次横に倒すシーンがあったんだけど、うん、その時すごいその子がもう私の体を触れなくなってたの、うん、この辺を上半身を、うんうん、触れなくなってたからもうほぼ私自分で横向いたので、うん、その子の力なしに、そしたら先生がもあできてないみたいな、でもう見てるから4チームしかないから、でもう一回ゆっくりやらされなきゃいけなくなっちゃって、他のチームも見てる中なんか公開でそう公開でこう、うん、いやもう本当にごめんみたいな、その子に対して、なんかもうこの番組でよくあなたがノーブラのおかげで人にたくさん迷惑かけてる本当に本当にごめんって感じだった。うん。まあでももうさ、ちょっとね、日本もそのなんかノーブラにも少し慣れた方がいいよね。確かに。海外にいたらもっとノーブラの人いるから。うん。うん、いやであとなんかあの外国人の方がいらっしゃってね。うん、で外国人の方と日本人のペアだったの。うん、で外国人。それも女性同士？男性男性。うん、だったんだけど、うん、でその外国人の方には通訳の人がついてたので、どうやって免許取ってんのその人すごいね。もしかしたらあれかもね、その国際免許で乗ってんのかもしんないけど、うん、その応急救護とか高速教習とかはだけ受けに来てるのかもしれないね。 あの一発免許で取りに来た人は教習所にそこだけやりに行くから、うん、ああなるほどね、うん、そうそうそう、いやなんかこれ笑っちゃいけないからダメとこ、これはん、いやこれ多分言ってこれ多分放送できるか分かんないんだけど、いやそれで12345ってやるの、うん、その外人の人がそう間違えるのか後ろで、うん、途中で数分かんなくなっちゃって、123って分かんないから12456全然リズムと言ってることが違うからお前ね、そんなことでツボってるから免許取れねえんだ先生が通訳の人が英語でもうワンツースリーでいいよって、うん、ワンツースリー死ぬからやめろとか思ってい早く免許取ってちょっと荷物とか運んでほしいんだけどな、バービーにも。一応授業が終わるのが2月中旬です全部授業がまず終わるのがその後本面です。もう本面絶対10回は落ちるから本面はね、あのでもそうこうしてるうちに仮面って6ヶ月とか何ヶ月で執行するからまたゼロから始めなきゃいけない。私仮面だって3月前ですもんこれバビオさん、これノーライセンスでフィニッシュマジで今年の3月、うん、おもう結構迫ってるじゃん無理よ、いや分かんない分かんない、だって2月中旬には授業終わるもん。でもその仮面じゃごめんそのさ、でも学科は終わっても、うん、実技が受かんないといけないから、うん、あそうか教習所だからそう実技の試験ないのか、そうああそうそうそうだからそう学科だけああやります。そうか俺お、まあ、ないのか、俺一発で取りに行ってたからだ、うん、あだから俺試験場で実技も受けてたから。なるほどね、うん、はいはいはい、ちょっと頑張ってくださいね。はい、はい、でもなんか今ちょうどねそのバビに限らずね受験とか、うん、いろんな試験前だからいろんな勉強みんなしてる頃だと思いますけどね、これ本当になんかあのね試験の時に体調が悪くなる人多いからね、この季節。風邪ひくとか本調子が出ないように勉強も大切だけど暖かくねして、うんうん、ちょっと体に気をつけつつやってください。うん、車ね、車の中で聴く音楽って
家で聴く音楽とちょっと毛色変わってくるよね。あ、確かに。やっぱドライビングミュージックとなんかその家の中でこう静かに聴くものって、うん、なっちゃんって免許持ってんの？はい、取りました。あ、そうだそうだ、はい、去年取りました。なっちゃんすぐ取ったと思うな。すぐ取れましたね。全部で2ヶ月ぐらいだったよね。そうそう、すごい。いや、すごいじゃん、なっちゃんすげえバカなのに、うん、頑張った。頑張ったね。頑張りました。うん、取ってた取ってた、そういえば。うん、でもまだ1回も乗ってないです、うん、卒業してから。何のために取ったんですか？本当ですね。大竹栄一さんの雨のウェンズデーって曲知ってますか？今日はサタデーだけど。知らないです。ドア頭に車の話が出てきますか？へえ、うん。じゃあこの曲大好きな曲、大竹栄一さんで雨のウェンズデー。もしこの20年ぐらいもし自分に免許があったらと思うとね、うん、もっと華やかな生活してたでしょうね。やっぱそう思います？いや、だって車がさあるないで女性の誘い方って違うじゃん。絶対違う。ドライブ行こうよ、ウーバーでって違うじゃん。絶対違うねえ、うん、ドライブ行こうよ、ちょっと海見に行こうよ、東京無線で。違うじゃん。全然違う。あ、そうだから、でもう一番最初のデートとかがさ、うん、ドライブとかだったら発展する力も違うじゃん。絶対違う。そうですね。車か。これあったな、なんかたけしさん あのみんなやってるかって映画でなんか車の免許がこう、に対してなんか物を思う男の話が、この先週かな、なんかその中学生ぐらいの頃はなんか好きな人に逆に告られたりしたら急に冷めるみたいな、はい、ありましたね。なっちゃんのキモキモ、うん、キモキモ伝説が、はい、キモキモ伝説ありましたけど、ジンジャーハイボールさん34歳の方、女性の方です。あれは何だったんでしょうか、それは中学1年の時、クラスメートの男の子に初めての恋をしました。メガネが似合う大人っぽい男子でした。仲良くなるうちに彼が私のことを好きらしいという噂がクラス中に流れるようになりました。ある日家に帰ってから一人で読んでねと言って彼から手紙をもらいました。私はドキドキしながら家に帰り、早速手紙の封を開けました。そこにはたった一言、好きでしたとだけ書かれていました。噂になっているけど今はもう好きじゃないよという意味なんだろうな、告白してもないのに振られちゃったなと悲しくなり涙がこぼれました。そして翌日から私は彼のことを避けるようになりました。時は経ち、私は結婚して地元を離れました。もう二度とその彼に会うことはないと思いますが、結局あの手紙をくれた理由は今でもよくわからないままです。かっこよすぎじゃない、その子。そんなし、その感想、小学生でしょ？中学生。あ、中学生。中1。え、かっこよすぎじゃない？好き。ちょっと、全然感想違った、私は。え、感想何？え、いや、それショックだなっていう感想で、目があったのかと思ってた、バビさんと。いや、中1の時にさ、噂立って、うん、好きでしたって書いて、渡せる？かっこよくね。いやいやいや。その男、マジかっけよ。もうでも好きって過去形だからね。いやだから、そう、だから自分のこの恋心みんなに、こう、なんていうの、面白話にされて、もう亡くなっちゃったけど、好きでしたって書いて、渡せるこの男。マジかっけえよ。時々その、お前のその、なんかこう、V シネ的かっこいいもあるんだけど、こっち系の、なんかあの、素朴かっこいいもあるな。いや、あるある。かっこよくないこの子。中一よ。かっこよくないよ。え？でもこの男の子も照れもあるんだろうね、うん、みんながこうやって言ってて、うお前好きなんだろうとか、その、ね、この人に言ってて、うん、でもなんか言わなきゃいけないと。でも前好きだったからけど今はそうじゃないよっていうメッセージも含まれてるわけでしょ。いや、なんかなんていうんだ、でも好きなんでしょうね。うん、そう、好きでしたって。うん、だから普通の中1は何も書かずにそのまま終わる。うん、みんなにバカにされて、バカっていうかさ、茶化されて、うん、そのまま疎遠になるちゃんちゃんだけど、こう好きでしたってめちゃくちゃいいな、この男の子。いや、何にそんなに刺さったんだろう。すごい刺さってる。超グッときちゃった。マジ？うん。よくね？それしか書いてないんだよ。おう、それしか書いてないのもよくね。こう、ダラ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 じゃなくて。独特。もう、文章の短さはもうほぼダイイングメッセージなんだ。かっけえ、マ
マジこの子。でもこの人もそんな中1の時のことをずっとこうやって思われて、この人も涙が出たっていうのはちょっとそう言われて好きになっちゃったんだろうね。いやそうだよ、これの好きでしたの手紙じゃなかったらそのままよくある中学校の話じゃん、そのあん時言えばよかったなっていう、かっけえなこの男。わかんないな、わかんないな、なんでよ、わからん。そうか、なんかラブレターとかもらったことあるんですか。ラブレターあるし。何その言い方。いつあるし。いつファックスだった。でもそれ嫌がらせじゃない、あの電話帳一冊分全部ファックス送ってくるやつ。やばい、でもファックス懐かしいね、あったね、ファックスで来たし、しかも間熱紙時代じゃない。あー来たし。ファックスで何て書いてあったの。いや普通に大好きって来た。おー、うん、一言って、うん、かっこいいと思った。あ、それはかっこいいんだ。一言、なんか君がだからこうだからとかじゃない、やっぱ一言がいいのか。そうだよ、だいぶ意味違うけどね。大好きっていう人、俺ねこういうの書くのに長くなりがちなの。いや長くなりそうですね。やっぱ短い方がいいよね。そうですね、やばい。いやいやいや、私でもそっちの方が嬉しい。なんだよ、キモキモ女。ごめんなさいごめんなさい。ごめんなさい。キモキモキモガールに言われたくない。間違えた間違えた。言い方間違えた。いやなんかね、長く、なんだろう、そのなんだろう、例えば好きでし、これ自信があるんだろうね、これ一言でいけるっていうのは。そうなのか。そうだと思う。なんか俺だったらなんかもうなんかそういう風に思わないかもしんないけどって、なんかこういろ、うん、いろんな誤解を解決しながらっていう風に思うとダラダラしてんだろうね、うん、そうダラダラ書いちゃいますね。説明してくれた方が嬉しくない。いや違うんだよ。違うんだ。その時の嬉しい、嬉だからその最後に泣きま、女を泣かせられるんだよこの一言で、わ、うん、かる。確かにこれね短いから泣けるけど、そうもう便箋で 5,6 枚来たら途中でポテチ食うじゃん。読みながら私ね、短い方がやっぱパンチラインとしてはね、いきなりロマンチックだもん、なんか、うん、なんか全部いろいろ今この一個では全部わかったみたいな、まあまあまあ、ね、あん時の目とか全部みたいな。そうか、説明しすぎてんな。なっちゃんはラブレターもらったことありますか。ラブレターもらったことはないです。だからメール時代だよねもうね。メール、ライン、うん、そうだね、高校生ぐらい、中高生ぐらいからメールだったかな。メールで似たような文章は何て書いてあったの。似たような文章、そのなんか告白系の。あ、でも一文好きですとかかな。それにどう返事するんですか。だってもうメールできちゃったら返事しなきゃいけなくなるじゃん。ラブレターはもらえっぱでもいいと思うんですよ。そうですね、確かに、うん、いやなんて返事したかな。でもその時は多分イエスだったから、うん、私もですみたいな感じで返したかな。キモ。何だよそれ。何の話だよ。もう何でもキモいやん。いやでもなんかそうやってね、ファックスでもいいからやっぱ手書きのものでが紙で来るってね、やっぱいつの時代になってもやっぱ全然メールよりも手書きは嬉しいです、ね、手書き嬉しい。いやー、いいですね。でも、まあ、でもそういうこういうのをねもらえる、だってこの人このことをずっと覚えてるってことは、やっぱこういうものをもらえる女性っていうのはやっぱ選ばれた人よね。うん、そうですね、うん、手紙で渡されて、うん、うん、ラブレターって曲あったな、ブルーハーツ、すごい可愛い曲ですよ。手紙とかラブレターフロームカナダみたいな、みんながさ手紙でなんだろう、そういう恋を打ち明けなくなってきて、そうなってくるとこういう曲も減っていくってことだよね。うーん、うーん、なんか好きだったな、なんか年賀状で別れた人、別れたカップル同士なんだけど年賀状でお互いの、やり取りをしてるっていう、冷静と性欲の狭間さん40歳、私は現在妻と2人の子供がいるんですが、20年前に付き合っていた当時の彼女と年賀状の付き合いを今でも続けています。彼女も私と同じくらいのタイミングで結婚して、
2人の女の子にも恵まれ、幸せそうな報告を年に1回の年賀状で知ることが私の正月の恒例のルーティンとなっていました。そんな彼女からの年賀状に小さな変化を感じたのが5年ほど前。年賀状の写真が2人のお子さんだけになり、ある時から彼女の住所がマイホームからマンションに変わり、きっと事情があるんだなと察しています。本当に大好きだった彼女の幸せを疑うことのなかった自分にとって心がざわつく、何とも言えない感情になってしまう最近のお正月です。年賀状ってさ、家族全員写ってる写真結構来るじゃない、うん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 、ある意味ね、そういうのってこういうシチュエーションでは残酷な場合もあるよね。家族全員が写ってる年賀状ね、本当にすごく盛り上がって家族で作ってるんだろうけど、うん、ものすごい他人の祭り感がありますよねなんかなんだろう、あれ全然友達とかさ、同級生とかからさ、家族いっぱい写ってる写真来るんだけど、いつから年賀状に家族の写真があるようになったんだろう下手したら飼ってるハムスターとかも一緒に写ってるけどさ、どうしたんですか、マミさん。すごい受けてるね、マミさん。飼ってるハムスター写ってる下手したらさ、その家族の名前、じゃあね、河村夏樹、旦那がヒロシだとかしたらさ、息子娘の名前、ハムスターの名前もハム太郎みたいな。もうそれ何を正月から見せられてんだ。あるある。リリー・フランキー、スナックラジオ。先輩、今日はごちそうさまです。いえ、なんでもないです。なんでも言ってね。あなたは私の可愛い後輩なんだから。もしも心の声が聞こえたら、先輩、はい、どでかい青のりついてます。没入型サウンドボイスドラマ脳内鑑賞、オーディにて。オーディ、リリー・フランキー、スナックラジオ。はい、ここからお聞きのお客様いらっしゃいませ。スナックラジオ、店主のリリー・フランキーです。今日のアルバイトはなっちゃんとバービーで。はい、ほらちょっと前で、もう去年だけど、いろいろ夫婦でいろいろやってる問題の人たちがおなら吸う人いたじゃん。はいはい、はい、あ、いましたね。奥さんの、はい、奥さんのおならを吸って奥さんの口に返すっていう、うん、これバービーが教習所でやってそうなことだよ。やってないんで、教習所で教習所でやり始めたらやばい確かなんだろう、今中村玉緒さんから4回ぐらい着信中村玉緒さんだったのちょっと終わったらちょっとかけ直そう。ずっとブーブー言ってるなと思って今バチンコしてますね話だとは思うんですけど、なんかブーブー電話言ってるなと、ずっとブーブー言ってるなと思ったけど、そのおなら吸う人、なんかそのおなら吸う人の辺のタイミングでちょっと言いましたよね。そのリーさん、なーちゃん、バービちゃん、こんにちは、シャンプーさん、奥さんのおならを口で吸い、それを奥さんの口の鼻の前で吐くという最強の SDGs のメッセージを、聞き、自分の癖が可愛く思いました、ちなみに私は女性がお腹が空いているの時の口臭も好きです。え、お腹空いてる時って変わんの？だからちょっと胃酸が強くなるというかさ、いわゆる口の匂いって。わあ、やだね。でもさ、逆に人間なんか生きてらさ、口臭い時あるわけよ。
いや、そう、なんか相手のはいいのよ。バービーなんか基本臭いじゃん。ちょっと待ってよ。もうすごいショックなんだけど。いや、だからいつもほら、ここにアクリル板置いてます。違うから。違う、そういう意味じゃないから。いや、俺が局に行ったんだよ。もうちょっと喋りにくいから、つって、アクリル板。めちゃくちゃ恥ずかしいんだけど。いや、だからそれで、人間なんてさ、その、さ、いつもいい匂いなわけじゃないわけだから、うんうん、この人みたいに、そういう風に口の匂いが臭くなってるとこも愛おしいと思えるっていう人の方が良くない？いや、嬉しいけど、私もそれ派ですよ。うん。相手の臭いの嗅ぎたい派だけど、うん、自分のはなんかダメなの、さっきも同じこと言ってるけど。なんで？嗅がれんのは嫌な。相手のはいいよ。好きだから。でも口の匂いも臭い方が好きで、かなりこの人ハイブローだね。素晴らしいですね。でこの人がなんかこう、それでこの間同じ会社でその部下と話してて、その部下の口の匂いが臭くて、女性ね、グッときましたって書いてあるんだけど、こうなってくるともう愛じゃないよね。口臭いのただの臭い人が好きなのよ。それは本当だ。癖だね、癖。口臭が好き。いやでもね、人にはなんかちょっとね、僕らにはみたいにあのこう凡人には理解できない癖がありますからね。でもなんかちょっと匂いある人の方がいいよね。記憶に残るよね。わかる。でもその匂いが自分の好きな匂いかどうかっていうのが相性の一つなんだよね。だからその自分がいい匂いだと思う人は自分から遺伝子が遠い人と言われてるんですよね。ね、だからこう、ここ結構長い目で見ると大きいんですよね。匂い問題。でもなんか、まあ最終的にはなんか、臭くていいよって言ってくれる人の方が楽だけどね、うん、だってどんだけ気ぃつけてても気ぃつければ気ぃつけるほどちょっとした臭さが目立つじゃん。うん、確かに、逆にね。うん、うん、ね、確かに。なおさん34歳、女性の方です。同じ習い事の人に片思いをしていました。私から声をかけてご飯や展示を見に行ったりはしていたのですが、なかなか進展がなく、一緒にいられるように慣れたらいいなと思っているのですが、一度考えてもらうことはできますかと伝えました、うん、彼はとても驚いて、付き合うとかいうこと、今は付き合うことは考えられないと、一人よがりだったな、関係性を作れていなかったなと反省しました。お断りさせてしまうのは恋愛したくなるような女性ではないというところが一番の理由なのでしょうか。この断られ方は二度目で、私は恋愛にあまり興味のない男性を好きになってしまうことがあるのでしょうか。私だけでしょうか、こういうことはって。なかなかね、先週も話したけど、なかなかこう告白難しい問題です。うん、サイツデッド君、15歳、中学生。こんにちは、サイツデッドです。初投稿です。先週の金曜日、好きだった子に告白をしました。そして今週、ごめんなさいと言われてしまいました。その後僕は彼女に冷たい態度をとってしまい、嫌われてしまいました。それなのに僕は未だに彼女のことが好きです。多分彼女の眼中に僕はないと思います。僕はどうしたらいいでしょうか。わかる。まあでもね、この年ですから初めての告白だったのかもしれないけど、その後にさ、彼女に冷たい態度を取ってしまうっていうのもさ、どうしていいか分かんなくなるんだよね。この会わなきゃいけないじゃん、学校で。分かる。響いてるね。中学生のメールにバーバーもらえなきゃっていう。わかるよね。この気持ち、みんなが持ってる気持ちなんじゃないのかな。ちょっと告白しなくても好きだってバレた瞬間に冷たくされたりとかさ、冷たくしたりとか、好きな人に冷たくするみたいなことって大人でもなんかね。しちゃう。しちゃう。でも好きなうちはずっと好きでいいんじゃないですか。こういうのはね、諦めようとしたって忘れられるもんじゃないですからね。またいつかね、なんか
ポスターでもあげようか。ポスター今思い出しました。はい、ポスター2枚。ああ。もうみんなにあげればって俺は思うんだけど。思い出した時にだけあげてる。覚えてるな。なんか本当に10代に起きたことってなんでこんなに覚えてるんだろう。いいくらが出てこないのに俺も。10代な。だからこういうさ、大人になって恋愛のこの奈緒さんのさっきのね、この告白にしてもそうだけど、10代の頃とか若い頃の経験でその恋愛に対するさ、自分のさ、こう価値観というか自分のポジションというか自分の行動がもうほぼ決まってくるじゃない。決まるね。でもさ、その後にこれよく男の人にあるけど、男子の時は今のさ、15歳の彼みたいにすごく消極的で振られてても、大人になってなんか結構若いうちに授業で当てて、昔はすごくこういう風にね、モテるタイプじゃなかったのに、急に周りに女性が群がってくる風になるっていうのは、俺らが東京でそんなに見ない風景じゃないじゃないですか。うんうん、ね。マジで、うん。男の子の巻き返し方半端ない。うん、うん、半端ない。でもその時にそういう人たちがモテてる風景で、最近モテ出した人のなんかの方が横柄な感じしない？わかる。女の子に対しても雑だったり、うん、最近モテちゃった方がね、うん、多分今までの鬱憤を晴らしてんだろうね。あとそれと、その前は自分こうだったのにっていう記憶の中で、その自分がその経済力がついたことで、そうやってモテ始めてることに対して何か噛み切れないものがあるんだろうね。ああ、ちょっと待って、ちょっと待って、玉尾さんまた。いや、何かあったのかな、ちょっと早く収録終わって電話しない。だからまあね、そのまあ女性だってね、そういう巻き返しもありますしね。たまたまこの奈緒さんの場合はその相手がそういう風に思っただけだし、まあ女性がね、綺麗になるのはなんかどん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 これから年を重ねていってなることだし、まあ男性もそうかもしれないからね。バンビは、そのね、まあいろんな人に会う機会、バウイは多いでしょうけど、急に金持ちになってモテてる男の人のが、バイビーが見る特徴って何ですか？あのね、急にお金持った人の特徴は、すっごい本当に自信ない。でも自分に。まあだからその時のね、この15歳の彼みたいな気持ちは絶対ゼロにならないもんね。そう、自信ないから彼女作らない人とか多い。こう多分また振られんのとか嫌なんだろうね。すごいだからブワーって女いるみたいな。なんかわかるか。人の方が多いかも。一途よりも取り巻きだけ作ってみたいな。そう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 。がイメージ強いかも。あとそういう人たちがさ、ね、なんかとんでもない金持ってるんでしょ、そういう人たちって。とんでもなく持ってる。とんでもない金持ってる人はまた構えるんだろうね。まあそうね、だって怖いもんね、普通に。怖い女の人いるからね。いやでもすごいよね、お金に。これ実際あれなんですか、そのお金持ちに寄ってくるさ、その女の人の中で、男の人はどっかでまだ女性を純粋培養してるから、あれだけど、あ、でもね、逆にその今までモテなかった、モテなくてお金が今ドーンってできてモテるようになった人って、女の人のことを純粋だと思ってないのよ。あ、からくり見えちゃってるから、その女の子の態度の変化の、だから逆にそこはなんていうの、変に女の子に怖ってほしいとかない。その人たちの脳みそに。もうすぐ 見抜くし、いや、あの女嘘ついてるよとか、信じないとか、分かってる。その女の子の、なっちゃんのあざとさは。急に私出てきちゃった。なっちゃんの鬼キモさとか。はすぐ見抜く。まあだからね、そのいくつになっても、まあいろんなうまくいかない恋愛のことはね、このあるでしょうけど、まあでもね、ここにメールくれる人たちはやっぱ根っこがみんないい人ですからね。いや本当にそう思う。
マジで、うん、砂ラジのリスナーの人やばくない？性格。いい人よね。いい人、うん、だってこんないい人たちのメールをさ、うん、読みながら君たちに何も心がただれきった人間かなんかポテチとか食いながらいや大変そうっすねみたいなどういうことなんですかねこれはでも私昔から友達いい人しかいなかった、うん、から多分そういうことだと思う寄ってくるっていうこと、寄ってくるいい人しかやってこない。やっぱ年取ってくると特に思いますけど、やっぱいい人がいいよねシンプル、うん、分かる。シンプルですね本当に。分かる。そしてまた自分にとっていい人ってのはやっぱその檻はそこにたまるっていうか、その似たような人というか同じような価値観とか同じようなこうものを大切にしているってことなんでしょう。うん、本当そう。なんか俺の知り合いもなんか最近失恋したらしくて、失恋した時にはどうして過ごした方がいいですかみたいな。逆に失恋した時ってさ、曲とか聴いてもなんかさ変な刺さり方してくるし、映画見てもそうだし。わかるね。はい、曲ゆずにしようかな。ゆずの空っぽって曲があって、なかなかね切ないですよ。はい、じゃあなんちゃん紹介してください。はい、ゆずさんで。こういう澄んだ声でこういう曲歌われてると泣くね。貧乳クラブ副会長さん、会長はバービーかな。じゃあはい、そうです。先日2回目のワクチン接種がありました。私はアレルギーが重くパニック障害もありすごく怖くてドキドキしたので、どうして心を落ち着かせようかなと考えに考えて、ラジコでスナックラジオを聞くことにしました。ベッドに寝たまま30分不安でしたが、3人の実にくだらないトークに救われ30分乗り越えました。神番組です、ありがとうございました。嬉しい。それめっちゃ嬉しい。そういう風に使っていただけるの一枚ですよね、それに使ってほしい。特にねそのもう普通にデフォルトでね公民館とかでそれ用に使ってほしいそうバビとかパニック障害があるからパニック持ちなんで、なんかねめっちゃわかる。こういう時に何だろう、そのあんまり悪いことばっかり悪くばっかり考えると余計なるじゃん。なるなるなる。そう、グリグリ、あのグリってそうなるから。グリグリカングリです、パニックになっちゃうから。ああだから、いや頭の中でいろんなことを考えることをグリグリです。独特。グリグリ、いやいやバビさんもうあのワンワンコーナー終わりましたよグリグリって言わない言わない言わないんだ。もう初めて聞いた。マジか。はい。そう、でもなんかねこの間なんだっけ、アメリカの二十歳になったあのアメリカの二十歳になったのやばい。アメリカの二十歳になった誰だろう。ジャージの上下着で髪の毛を締めてるミュージシャン。ああビリー・アイリッシュ。ビリー・アイリッシュもだってこの間ねワクチン受けてたのに、うん、なんかそれで感染して、でもなんかワクチン受けてなかったら本当に大変なことになってたわっていう、ね、若い人でも受けててもそれぐらい大変な人のことになるんだから、なるべくねそのひどいことにならないためにねこう打っとくのはとてもいいことかもしれないです。なってからじゃ遅いからね、彼は。でもビリー・アイリッシュって二十歳なんだね。いや私も思ったね。何歳ぐらいだと思う。38ぐらいかな。そこまではいってないけど自分より稼いでる人が全部年上じゃないから子供わかる。でも俺もなんかなんかほんとずっと20代の時はほとんどなんかもうプーだったから、全部自分より年上だと思うことで、そうそうそう気持ちを落ち着けてた、はい、うん、そうそうそう、うん、絶対年上でしょみたいな、うん、うん、マイケル・ジョーダンためだと思いたくなかった確かにマイケル・ジョーダンため受けるはい、なっちゃん、じゃあ久しぶりにお便りの宛先。はい、スナックラジオではお客様からのメールを募集しています。誰にも言えない夫婦の秘密、これは何なんでしょうか、あれは何だったんでしょうか、想像できない人生シリーズ、
相棒すならじシーズン1何でもお待ちしています。もうそこねあんまりねドラムにかけて喋んないんですよ本当に、ね、水谷さん本当いい人なんでね嫌われたくないんですよはい、何でもお待ちしています。スナックラジオのホームページのメールフォームからお願いします。そしてオーディでは番組のスピンオフ閉店後トークや番組レポートもありますのでぜひチェックしてください。はい、ウンブリア先輩20代の方です。今まで僕は自分の相棒に話しかけたことがなく相棒とのコミュニケーションが足りなかったがゆえに大事な場面を逃してきたのだと気づきました。あれから毎日このラジオを聞いて毎日お風呂で相棒とコミュニケーションを取るようにしました。するとなんだか愛着も湧きいつもよりもう5年近くも女性とそういう機会はありませんがその時は頼むぞ相棒と声をかけています。かわいい。かわいいのかな、もうなんか、ね、かわいいとかいい話の感覚がちょっとずれ始めてきた。いよいよ、うん、これからも自分の相棒と親睦を深めて、機会を待ちたいと思いますって。ああ、うん、まあ自分がね自分を一番かわがってあげないと。うん、うん、はい、今年ももう1月ももうあっという間にね中旬になりまして、はい、相変わらずこれが続けていられるということがもうちょっと不思議な感じにはなりましたけど、うん、そうですね、うん、3年目今まだ2年も経ってないです。2年経ってない時の感覚グリグリがすごいねグリってるグリってるそういう使い方ねはい、スナックです。今日のアルバイトは河村夏樹とバビでした。リーフランちょっと待って今なんか焦げろ吐いたよね。あっと思ってた。なんか今スイーのが出たでしょ。今焦げろ出たよ多分。すいませんバビでした。やだもう恥ずかしい。もう自分の名前言うの嫌になったから。そうだもん。カフェでお客様と日曜日のブランチトークをご一緒します。窓カフェ放送は毎週日曜日午前10時30分から。ももいろクローバー Z の鈴木ハッピークローバートップ10。私たちももクロと全国のリスナーさんとで一緒に作る選曲テーマ別オリジナルトップ10チャートプログラム。季節の定番ソングやお出かけドライブソング、思わず泣けちゃうバラードソングまで。番組では毎回週替わりのオリジナル選曲テーマを設けてリクエストを募集。
番組オリジナルのトップ10チャートをカウントダウン形式で発表していきます。リクエストを送ってくれた方の中から毎週10名様に番組ステッカーのプレゼントもありますよ。桃色クローバー Z の鈴木ハッピークローバートップ10、毎週日曜夕方4時から。 Dear Friends、 坂本美優です。毎日様々なゲストをお迎えして、ゆったりとした、そして時には切り込んだトークをお届けしている坂本美優の Dear Friends。